一度宇賀神、遠いサイド久保田も呼んでいる。その久保田を使った、ボックス内、グランダー山内、反転、山内シュート、決まった。先制ゴールは石井岐阜、山内博文に2試合連続のゴールとなりました。宇賀神から久保田、そして山内、ファーストタッチ素晴らしいものがありました。宇賀神から久保田、このタッチ